正しいフォームとはどういうものか、簡単に言いますと、どこに飛んできても自分の思っているように相手のコートに返せる、そういうフォームが一番いいフォームです。バドミントンを指導する上で一番初めに練習するのが、だいたいハイクリアが多いんですが、実はストロークの中でハイクリアは一番難しいショットだと私は思っております。なぜかというと、ラケットワーク、それからフットワーク、こういったものが全てできないとハイクリアは後ろまで飛んでくれません。そこでこの DVD ではまず何をするかというと、まずサイドハンドのバックハンドを習得します。そこからスマッシュ、それからハイクリアというふうに順番にやっていきます。それではどのように練習していくかを具体的に簡単に説明します。一つ目はバックハンドのサイドハンド、ここからここのシャトルを打つ、これがバックハンドのサイド、それからフォアハンドのサイド、この2つができるようになって、次にオーバーヘッド、スマッシュであったりクリアというオーバーヘッドのストローク、この順番に練習していくことで正しいフォームが身につきます。正しいフォームはすべて一つの動きでできております。一つは肩の内旋外旋、こういう動きです。もう一つは肘の海外海内、この二つが正しく打てればすべてのショットは打てます。ここから肘を先に出して、このここから海外外旋、もう一つフォアの方はここから肘を止めて海内内旋、この動きが正しいフォームの重要なポイントになります。はい、それでは、バックハンドサイドの、練習をしていきたいんですが、実は全てのショットの中で一番簡単とは言いませんが、基本がこの中に一番詰まっております。バックハンドサイドは実はどこで打つかというと、この1点、この1点でしか打てません。他のショットはいろんなところで打てるんですが、このバックハンドサイドは正しいフォームで打たないとしっかり飛んでくれません。だから一般的な、バドミントン選手は実は一番苦手な場所です。ここのサイドで打てるように今から練習していきたいと思います。それでは次、正しいフォームなんですが、まず右足、右利きの人ですけど、右足を軽く前に出してもらいます。この時に大きく膝が曲がったり逆に立ってしまう、こういったこの足の出し方はダメです。ここから軽めに、135度って言われますけど、この角度、その次に肘を出してもらいます。この時に肘が伸びてしまうとダメです。肘は軽く曲げた状態、それから手首も落ちるとダメです。ここがリストアップと言いまして、少し立った状態、その次に親指が
このラケットのお腹、ここにしっかりついている。で、人差し指と親指でこのように持つ。なんでこれが正しい位置です。そこからラケットを倒します。そしてこれを先ほどの位置に戻す。そしてシャトルを打ってこちらまで。ここから倒す、戻して打つ、で倒す。この3点。足の開きなんですけど、大きく出してしまうと体が突っ張ってシャトルにこう届かない、こういうことがあります。それから近すぎるとですね、打った後にセンターに戻れない、こういったことがありますので、まあ、軽く一歩出してだいたい135度ぐらいの位置で羽を打てるようにします。それからこの振り方が一番大事なんですけど、肘の位置がここから持ってきます。で、倒して打ってもうフォロースルー。この時に肘の位置がこう動かない、これが一番大事です。なんで最初練習する時はこのままここから倒す、打つ、フォロー、倒す、打つ、フォロー。これがしっかりできるようにステップ1ではなってほしいと思います。はい、次はサイドハンド、一番最初の、基本的なところなんで右足を出します。それからラケットを立てるんですけど、肘を少し曲げて手首を少し上げる。で、親指をしっかりつけて、で、左手は自然にこちらに流すようにして、この体勢です。この体勢から倒して打ってフォローのところに、ここに羽を手投げで、下投げで入れてもらいます。これ手投げの人がしっかりこの場所に投げてもらわないと、こっちの練習の人は動けませんので、手投げをしっかりこの位置に投げてもらう。そしてここに来た羽を打つと。だからこれがこんなところに来たりこんなところに来たりするのは練習にはなりませんので、手投げの人はしっかりここに投げるようにしてください。それではサイドハンドの手投げの練習に行きたいと思います。まず右足を出します。で、ラケットを構えまして、次手投げで投げてもらうんですけど、先ほど言ったように投げる位置はこの構えているここに手投げでは投げてください。で、次に倒した状態、この状態で待つ。で、次に羽が来たら打つと。ではお願いします。で、今の打ち方が全ての基本になります。
で大事なのはここから肘の位置が打つときに前に出ては絶対いけません。ここから打つときに肘の位置が止まった状態でラケットが触れて最後まで打つと、これをどうしても強く打とうとすると肘が前にこういうふうに流れながら打ってしまいます。それから手首が寝てしまう、この状態で打ってしまうとこれは正しいフォームではありませんので、しっかり肘を曲げて手首を上げて、でラケットを倒して、この動き、この動きがしっかり自分の中でできるようになるまで、この練習を一番やってほしいと思います。それではもう少しいきたいと思います。はい、それでは練習してみましょう。まず右足で、ここのラケットを立てた状態、そこからラケットを倒す、この状態で待っておいてください。で羽が来たらここから戻して当たる位置、ここです、ここ。ここで当たるように。で、打った後にフォローということで、ここから。はい、お願いします。というふうに最初はほとんど体もラケットも動かせませんので、この動きだけ、これができるようになるまでこの練習はずっと続けてください。